んゼロヘルツロイです。よろしくお願いします。はいはいはい、やってまいりましたよ。今日はですね、まあタイトルにもあるからね、ちょっと先にお伝えしようかなと思うんですけれども、ヘアドネーションというものを今日はやっていきたいなと思っております。じゃあヘアドネーションって何なんだっていう話なんですけれども、髪の毛の、自分たちのその生えてる髪の毛の寄付でございます。で、あ、髪の毛の寄付ってあるんだなって、それ知ったのがその去年かな、そうレストランツアーぐらいの時に、うちの母親の知人、僕の友人の母親でもあるんですけども、僕も親しくさせていただいてるんですけれども、その方がですね、まあ 3,4 年前ぐらいにこう癌になられてしまってですね、で闘病生活をされた上で、こう何も後遺症もなく無事健康にね、治られたんですけども、そのまあ治療の副作用かなっていうのですね、やっぱり髪の毛がこう抜け落ちてしまってですね、やっぱりこう僕もお見舞いしに行った時に、やっぱその髪の毛をどうも気にされていて、でそのやっぱある程度生えてくるまではそういうカツラみたいなものを探すっていう形だったんですけれども、その時に人の毛で作ってるそういうカツラみたいなものがやっぱり質が良くて、まあ長持ちもするし、やっぱそのバレづらいっていうのが一番あれだったんですよね、その理想っていうものがあったらしくてですね、でそこで人の毛っていうのはその寄付で作られるっていうのを僕もそこで初めて知ったんですよね。で、あ、なんだ、髪の毛って寄付で生きるんだと思って、それだったらそのビジュアル系っていうのもありますし、まあロングヘアがこういい感じにこうセットできるじゃないですか、ビジュアル系って。で僕も今この伸ばしてる長さが人生最大の長さなんですね。憧れもあったんでね、ロングヘアにちょっとやってみたいなっていうのもありましたし、でなおかつそうやって伸ばしていいところで切ろうかなって時切ったら、髪の毛をね必要としてる方に寄付できるってことで、もう一石三鳥かなって僕の中では思ったんですね。でヘアドネーション、髪の毛の寄付、その髪の長さが決まってるんですけども、どうやら切りたいところまでの31センチらしいです。例えばここがねマックスだとして、ここから31センチまであれば寄付できるらしいんですよね。でまあ31センチに満たしてなくてでも製薬会社みたいなのがこう買い取ってくれるらしいんですよね。まあでも男性の方で31センチ伸びてるって方はなかなかいらっしゃらないかなと思うんですけれども、女性の方こうだいぶね長い髪とか、まあロングヘアの方って多いと思うんで、でそれでこうバッサリ切ろうって思う時ってあるじゃないですか。あ、ショートにしてみようみたいな、そういう時に僕の動画がねちょっと力になれたらなとは思います。そんな話は置いといてですね、ちょっとひとまず行ってきたいなと思います。行ってきます。カメラが撮れてなかったので、ちょっと画像と音声になります、ごめんなさい。55ジェットさんという、ヘアドネーションを精力的にされてるお店に行きました。髪の毛がめちゃくちゃ長い、前から見ても気持ち悪いですけどね、この切る前の僕、後ろから見てもやばいね。でこう結ぶと、もうなんかもうプレデターみたいになっちゃうんですよね、これ。ほら、これももうプレデター。でバッサリ切るとこんな感じの鰹節みたいな1本ぐらい束があるね。すごいよね、よく伸ばしたわ。でこうバッサリいったよっていうショットです。で僕の T シャツにヨーダがいます。師匠と行ってきました。はい、ありがとうございます。はい、行ってまいりました。ヘアドネーションに、ただいまです。もうバッサリですよ、バッサリ。綺麗になくなりましたね。画像をね、ご覧いただいたかなと思うんですけれども、無事、髪を切ることに成功しました。いやー、すっきりしましたね。今、人生で一番襟足は短いのかな。そういう風なんですね。なんか新鮮な感じです。思い切ったなって思います。で髪の毛の寄付ってことで、僕もね少しでも力さになれたらなと思って やらせてもらったんですけれども、やっぱ僕のなんだろう、モットーでもあるんですけども、やらない善よりやる偽善という言葉があるんですけど、
偽善のつもりではないですけど、自分が髪切るんだったらね、切るんだったら人のためになる方がプラスかなと思ってさせていただきました。なので皆さんも髪をバッサリ切る、長めの方がね短く切るよっていう時があったら、ぜひ使っていただけたらなと思います。ヘアドネーションというものをね。で、僕が行ったお店がヘアドネーション日本一らしいんですよね。はい、すごいそういう活動をね、精力的にされてるらしくてですね、まあ、これからどん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 広まればいいなってことで僕もねやりましたけど、はい、まあ、YouTube を通してこういうものがあるよっていうのをねやっぱ広めたいなとは思ったんで、はい、動画にしてみようと思いました。このねちょっとシュールな感じの動画でね、切ってるところとかねバッサリ行くところをちょっと動画にしたかったかなとは思うんですけども、ちょっとできなかったんであれなんですけれども、まあ、この動画が少しでもこういいなと思ったら、グッドボタンの方を押していただけたらと思いますし、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ね、ゼロヘルツね、活動ね頑張っていくんで、 Twitter のフォローだったりとか、MV たくさん見てくれたりだとかね、あとライブをねぜひ遊びに来てほしいなと思います。すごいかっこよくなってるんで今も、はい、自分たちで言うのもなんですけど、やっぱ自信満々にねやっていきたいんで、ぜひ遊びに来ていただけたらなと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。またね。